失望したで、マジマ。島野の親父。極道にとって親の命令は絶対。お前やったらそんくらい分かっとると思っとったがな。親父、兄弟は、冴島はどうなったんですか。教えてください、親父。道を外した極道の行き着く先がこの穴蔵や。あ、親父。安心せい、別に殺しはせん。せやけど、ここにぶち込まれた奴はみんな殺してくれって頼むわ。なんでやろな。親父、兄弟は教えてください、親父。何遠慮しとるんや、マジマ。少し身内に酒あかんようになったんか。いえ。何も怖がることないで。お前にええ話があるんや。急な呼び出しだな、兄弟。佐川。ふん、水臭いこと言いなや。お前こそこっち来てるんやったら声かけてもらうな。これで全員や。久々にうまい酒が飲めそうやな。で、用ってのは何なんだ、兄弟。そらこっちのセリフやろ。兄弟こそカムロ町には何の用で来たんや。ったく負けたよ。どうせ全部お見通しなんだろ。でなきゃこんなお膳立てはしねえもんな。牧村誠が蒼天堀から逃げた。今橘不動産ってとこの連中が女連れてカムロ町に来てる。ほう、そうないなことになっとったんか。せやけど安心せい、全部わしの計画のうちや。何？どういう意味ですか？そもそもな、真島、わしがお前に牧村誠を殺せ言うたんは、お前には殺せんと踏んどったからや。おい、なんだそれ。わかるやろ、真島。わしはお前以上にお前っちゅう男をよう知っとるんや。目に浮かぶで。殺しの命令を受けたお前は女殺せんとどっかにかくまったんやろ。わしの狙い通りにな。何やと。説明してくれんだろうな、兄弟。
その前にお前らもう殻の一つは見たか。あ？殻の一つは七福通りと太平通りに挟まれた一帯にある端切れの土地や。そんな土地が今東城会の鍵を握っとる。道島組の連中が大金つぎ込んできた神室町再開発計画、その生き死にが殻の一粒にかかっとんのや。もし道島総兵がその土地を手にしてみ、そっから生まれる再開発の利権を手土産に東城会の後目や。あんな頭の足りん小物がトップになったら東城会はしまいやで。せやからそれを邪魔しようとしとるんが堂島組の若頭風間や。風間慎太郎ですか。せや、あいつほど厄介な男はおらん。わしが東城会とんのに一番邪魔な男や。女を連れ去った橘不動産の桐生一馬いうのもその風間の手下や。桐生一馬。風間も親の堂島には表立って立てつけん。せやから橘不動産中兵隊をつこてるっちゅうこっちゃ。はそれ言ったら兄弟も同じだ。今は直系の島の組も元を正しゃ堂島組の系列。堂島総兵ってかつての親に弓は引けねえ。だから組から名前消した真島ちゃんを使うしかねえんだろ。せやな。で兄弟の狙いは何なんだ。殺せと命令してまで牧村に真島ちゃんを近づかせた理由は。信頼を得るためや。口約束とは違う本物の信頼をな。はなるほど。愛か。せや、女から見れば殺し屋のくせに自分を助けてくれる真島ほど信頼できる男はおらん。いずれ真島の言うことやったら何でも聞くようになる。それがわしに土地を売れいう話でもな。女は好きになれば何でもする。愛は盲目ってやつか。そしてもう一つ、牧村誠には別の理由でしばらく身隠してもらう必要があった。何のために。東城会内部の風間派を全部あぶり出すためや。それを知っとかんうちにはわしも東城会は取れん。ふっ、女が消えたら案の定動き出した東城会の人間がおった。それが日教連のセラや。あのセラを動かしたんはお前の手柄やで。マジマ、風間と世良のつながりはわしにも見抜けんかった。ハッ、世良なら俺が始末しといたよ。いや、あいつはまだ生きとるわ。今日神室町で世良を見たもんがおる。あ、なんだと。それでええんや。殺すには早い。バックに風間がついとることさえ分かっとれば逆に日教連を利用できることもある。真島、お前もう牧村誠は殺さんでええ。そん代わりあのお嬢ちゃん橘不動産から取り戻してわしんとこにお連れせ。大事な客人としてや。わしがきっちり10億で土地買うたる。それさえうまくやったらお前東城会に戻したるわ。
女もお前の好きにしたらええ。お前惚れとんのやろ、あの女に。だがな、あいにくその女がどこにいるかわからねえんだ。全部お前の計画のうちってんなら手貸してくれよ、兄弟。ふん、女連れて逃げとんのは橘不動産の桐生や。せやったらその兄弟分の錦山いうのから居所をたどったらええ。錦山も風間の子がいや。風間組の事務所によう出入りしとる。やれやれ、よかったな、真島ちゃん。女は殺さなくていい。登場会にも戻れる。与えられた仕事さえ完璧にこなせばな。いいことずくめじゃねえか。これでみんなハッピーってわけだ。せやから、ええ話がある言うたやろ、真島。佐川、島野の兄弟に会いに来たのか。親父おるんやろ、話があるんや。兄弟は今近江連合の本部長と話してる。近江の本部長。近江連合の東京進出の段取りを打ち合わせにな。残念やったな。殻の一つば日教連の手に渡ったで。もうあんたらの付け入る隙はなくなったっちゅうことや。そっか。じゃあお前が島野を殺せば全部終わるってことか。なあ、楽しかったよな。なんだかんだ言って俺ら。それが目の見えねえ小娘に振り回されてこんなとこまで来ちまった。面白いな、巡り合わせってのは。真島。親父、日教連の世良から伝言を預かってきました。ほう。東上会内部に関西と通じてる裏切り者がおるそうです。殻の一つぼを近江連合に売ろうとしたその人間を島の組で突き止めてほしいと。そんな話ようのこのこ言いに来たな、真島。セラは親父に身の潔白を証明してほしいと言うてます。おもろいやないか。せやけど俺は何があっても親父の子ですわ。せやったらお前わしの身代わりになって死ぬこともできるな。ええ、ただ一つだけお願いがあります。西島の兄弟に俺が謝っていたと伝えてください。
これがわしの答えや。セラに言うとけ。空の一坪も近江の本部長もわしには何の関わりもない。お、親父。お前に一つ教えといたる。ただのし上がりたいだけやったら目先のことだけ考えとったらええ。せやけどてっぺん取る気なんやったら勝ち方を考えなあかん。三日天下やない、ほんまの天下の取り方をな。風間と日教連の時代は長くは続かん。10年後は島の組が天下取ってるはずや。真島五郎中最強の武器が手に入ったんやからの。可愛い子には旅をさせろっちゅうのはよう言うたもんやなあ、真島。三代目、今日は一体何の緊急幹部会で。ですから緊急の議題があるそうだ。お前が？おい、てめえの裁量で幹部会とはどういう了見だ、錦山。直系組長の皆さんがいるこの場で三代目に伺います。東都銀行の貸金庫にあった組の金100億盗まれたってのは本当ですか？100億言うたらお前会長を初めてです。いやかましい。おい、今のが下手な作り話やったら縁故やすまん話やで。三代目、その情報どこからだ？関西五代目近江連合の寺田です。この件はしっかり裏取って話すつもりだった。ほんなら100億は？ああ。ふざけんな。登場会25,000、死に物狂いでかき集めた金や。100億言うたらどんだけの血流れてるか分かったんだか、おら。島野、てめえ誰に向かって口聞いてんだ？この件は東上会本部預かりにさせてもらう。今日はご苦労だった。おい待てや。そんなんで納得いくか？会長、三代目。会長、
ません。それでそいつはほんまにあいつやったんか。へえ、間違いありまへん。そうか、キリュウ帰ってきよったか。なあ、キリュウは相変わらずごっついやつやったんか。ええ、それはもう。そうかそうか、ご苦労やったの。ちょっと手出してみや。ご機嫌やさかいな。指二本で許したるわ。カズマ。おやすさん。10年だ。俺はお前に何もしてやれなかった。全部俺がやったことです。おやすさんは何も変わらねえな。お前だけは。おやすさん、何があったんすか。登場会は。それに錦は。あったのか、あいつに。いえ、あいつはあの10年前の事件からすっかり変わっちまったんだ。妹にお前、弓を亡くしたあいつはこの世界でのし上がるために手段を選ばなかった。俺はあいつが鬼になるのを止めてやれなかったんだ。おやすさん、もう一つお前に伝えなきゃならんことがある。弓のことだ。ええ、行方不明って。それなんだが、弓は。おやすさん、風間のおじき、てめえ、お前、キリュウ、キリュウ、あ、なんやお前、堂島の兄の次は風間か。何考えとんじゃ。しまな。おお、お前ら、絶対に生きて返すんやないで。やろう。おとなしゅう往生せいや、キリュウ。カズマ、逃げろ、カズマ。弓を、100億を頼む。行け。通さへんで。その様子じゃ柏木に泣くまで怒られたって感じやな。島野のおじき、聞いたで。踊れの子分に手合いとるようやの、錦山。せっかく風間のおやさんにいろいろと便宜を図ってもらったってのに、俺が不甲斐ないせいで。やっぱりわしが思ってた通りや。風間っちゅう男もえげつないことをやりよるの。どういうことです。本気でお前を大事に育てる気やろうや。やったらそんな連中選ぶはずないやろが。まあ嫌な思い散々させてお前が値上げるのを待っとるんやろな。そんな。これだけは覚えとけ。風間はな、キリュウに組を持たせたいだけや。
キリュウのやったことは絶対許されへん。せやけどな、皮肉なもんやが、キリュウの評判はすこぶれえで。まあ大物やったちゅうのはそれなりの貫禄がつくもんや。シャバに出た時はもうお前には手の届かんところにおるやろな。親殺しの外道でも貫禄さえつきゃそれなりに上になれるんがわしらの世界や。ひょっとすると目障りなくらいでかい組こしらえるかもしれん。でも柏木さんは桐生が出てきたら俺の組で面倒見てやれって。どやこ、目覚ませ。面倒見られんのはお前の方や。まあでもそん時は桐生もやりづらいやろうからの。お前の扱いには困るはずや。人も殺せんガキが無理しても先はあらへん。仇にでもなれや。おお、お前ら、どっかんどっかん投げ込んだれや。少しヒヤッとしたかな。やっと会えたな、キリュウ。それと風間。こそこそしやがって。しまん。寺田藩、あんた錦山裏切ってわしにつくふり見せてたけどな。そんな裏の裏まで全部お見通しや。ずっと見張らしてもろってましたわ。お前らといい、錦山といい、ほんま脇が甘いわ。ガキはもらっていくで。お前らはここでしまいやけどな。島のよ。なんや。おめえさんも相当脇が甘いぜ。ああ。なんや。親父。どせえぞ柏木。へへ。もうすぐクリスマスですしね。屈強なプレゼントをお持ちしました。キリュウ、ずいぶん苦労したみてえだな。柏木さんこそ。なんや、風間組はやる気みたいやな。よっしゃ、血の汗ぶらしたるわ。これまでだ、島野。
郎次さん。おやさん、百億の話を。寺田さん、救急車。わかってる。カズマ、金を盗んだのは弓と俺と世良なんだ。百億は神宮の金だ。奴は東条会を使って闇の金を洗ってた。マネーロンダリング。そうだ、俺は奴を失脚させるためにその百億を、そして由美はその計画に志願したんだ。由美か。アレスに急げ、カズマ。由美が危ねえ。アレス、アレスに由美か。そうだ。それからこれは三代目の遺言状だ。当時のカムロ町は堂島組以外に海外の勢力がひしめいていた。その中でも最大の組織が韓国の神言派という組織だった。東条会で中堅だった堂島組が大きくなるには、そういった組織を制圧するしかなかったんだ。で、やるんでか、おやさん。ああ、皆殺しだ。皆殺し？どうした？何か問題でもあるのか？いや、なんや風間、行さん人殺したお前が何ビビっとんねん。そういう問題じゃないんだ親父。戦争以外の選択はないんでしょうか？何アホなこと抜かしとんねん。先に喧嘩ふっかけてきたんは向こうやろが。やられたらやり返す、それが極度や。なあ風間、お前の言うことがわからんでもない。やさん。まあ待て。だがな、あの神言派ってやつらは別だ。奴らのやり方は尋常じゃない。このままだと堂島組が壊滅ってことにもなりかねない。ですが、叩くなら今しかない。下手な情を挟めばそれが禍根を残す。だからやるしかねえんだ。わかるな？はい。でも本当に皆殺しにする必要があるんでしょうか？当たり前や。うちとこの組員が何人やられた思てんねん。わしはあいつらの息の根止めな気がすまんねや。やつらのアジトはディスコホールの裏のビルにある。チャンスは今夜だけだ。任せといてください。はい。風間の親父さんは最後まで迷っていた。だが、白いものでも親が黒といえば黒になるのがこの世界だ。結局組のために風間の親父さんは島野のおじきと共に神言派のアジトに乗り込んで組織を壊滅させた。한정이아니야내가죽어도조직은영원해죽어봐라子供を
の。형님急所が外れて、わしは生き残ってしもた。어떡하지영민아씨발이래서는오래못버텨이놈아우리도가자인욱의원수를갚아야지그래뒤에서치면이길수있을거야또生きろ。お前らは若い。命を無駄にするな。生きろ。